ディズニーギャラリーはディズニーランドのメインストリート USA にあるアトラクションおよびそのアトラクションに併設しているショップ東京ディズニーランドのワールドバザールにも存在したが2016年9月30日をもってクローズしたアトラクション以前は館内全域でカメラやビデオ類の撮影が一切禁止されていたが2015年3月頃から撮影可能となったまた 2005年5月より、アトラクション内に、ディズニードローイングクラスの教室が作られたため、展示面積が以前より縮小されていた。アトラクションの入り口は1階だが、展示している場所は2階にあるため、階段かエレベーターを使用して2階上がる。かつては2から3年周期で、展示内容が入れ替わっていたが、現在は2005年にスタートした、ディズニードッグ＆キャットディズニーアニメーションの、 名優たち以来展示内容の変化は行われていなかった。2005年に終了したディズニーコレクションという物販店で扱っていたフィギュアがこのアトラクションに移設された。2016年2月19日にビビディバビディブティックが2017年春に作られることが発表となり、ディズニーギャラリー及びディズニードローイングクラスが2016年秋にクローズすることが決まった。 その後2016年9月30日をもって、クローズとなった。アトラクションの遠隔ショップディズニー映画や、東京ディズニーランドのアトラクションのポスターやフィギュアリン、ポストカード、文具などが販売されていた。アトラクションに併設という形をとっているため、他のショップに比べると、商品の数は少ない。ディズニードローイングクラス。ありがとうございます。